ニック・ピベッタは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、ビクトリア出身のプロ野球選手、MLB のボストン・レッドソックス所属。野球カナダ代表のジュニアナショナルチームプログラムに参加し、2010年には、第24回トリプル a 世界野球選手権大会のカナダ代表に選出されている。2013年の MLB ドラフト4順目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、 6月21日に契約を結び、プロ入りを果たした。6月20日に参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズへ配属された。4試合登板して1勝0敗、防御率2.13、8奪三振を記録した。8月6日に A-9 オーバーンダブルデイズに配属された。5試合に先発登板して0勝1敗、防御率3.38。 17奪三振を記録した。2014年3月31日に A 級ヘイガーズタウンサンズへ配属され開幕を迎えた。5月23日に7日間の故障者リストに登録された。6月3日に解除された。6月23日に週刊最優秀投手に選出された。また、サウスアトランティックリーグのオールスターにも選出されている。 同年は26試合登板して13勝8敗、防御率4.22、98奪三振を記録した。2015年4月7日に A 級ポトマックナショナルズへ配属され、開幕を迎えた。また、カロライナリーグのオールスターにも選出されている。ここでは15試合登板して7勝4敗、防御率2.29、72奪三振を記録した。七月八日に、 A.A.Q. ハリスバーグセネターズへ配属された。ここでは3試合に先発登板して0勝2敗、防御率7.20、6奪三振を記録した。2015年7月28日に、ジョナサン・パペルボンと金銭とのトレードで、ワシントン・ナショナルズから移籍した。7月29日に、A.Q. レディング・ファイティン・グ・フィルズへ配属された。7試合に先発登板して2勝2敗、 防御率7.31、25奪三振を記録した。オフの9月1日にアリゾナホールディングのグレンデールデザートドックスに配属されたが、9月9日にルーキー級ガルフコーストリーグフィリーズへ配属された。2016年4月2日に AQ レディングに配属され、開幕を迎えた。7月1日に素刑部を負傷して、7日間の故障者リストに登録された。 7月9日に解除された。また、イースタンリーグのオールスターに選出されている。ここでは22試合に先発登板して11勝6敗、防御率3.41、111奪三振を記録した。8月12日に、トリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスに配属された。5試合に先発登板し、1勝2敗、防御率2.55。 27奪三振を記録した。オフの11月18日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。2017年2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出された。同大会ではコロンビア戦で先発登板している。シーズンでは3月14日にオプションでトリプル A 級リーファイバレーに配属され開幕を迎えた。 4月30日にメジャーに昇格し、同日にメジャーデビューを果たした。5月18日にオプションで参加プル a 級リーファイバレーへ配属された。6月5日にメジャーに昇格した。同日のアトランタブレーブス戦でメジャー初勝利を記録した。この年メジャーでは26試合に先発登板して8勝10敗、防御率6.02、140奪三振を記録した。 2018年は33試合に登板して7勝14敗、防御率4.77、188奪三振を記録した。2019年は30試合に登板して4勝6敗、1セーブ、防御率5.38、89奪三振を記録した。2020年8月21日に、ブランドン・ワークマン、キース・ヘンブリーとのトレードで、 コナーシーボルドと共にボストンレッドソックスへ移籍した。ありがとうございます。